28日、中野地区復興産業拠点で、株式会社アルメディオ、福島双葉工場の竣工式が、執り行われました。株式会社アルメディオは、オーディオやコンピューター周辺機器の基準、調整用テストディスクの開発、製造、ナノマテリアル事業などに取り組む会社です。福島双葉工場の建設により、航空宇宙産業や自動車産業など、幅広い業界から近年注目が高まる新素材、カーボンナノファイバーの本格生産に乗り出します。双葉町に、この工場ができて、やっとですね、スタート地点なんで、これからまた双葉町の皆さんとしっかりと工場立ち上げ頑張っていきたいなという状況です。カーボンナノファイバー、本当に産業として新しい分野で、いろいろなものに応用できるっていうのを今内覧で説明をいただいて、すごいこの期待のできる産業になってくるなっていうふうに確信しました。現在、中野地区復興産業拠点では20件24社と立地協定を締結し、そのうち13件が操業を開始しています。株式会社アルメディオは10月より工場を順次稼働させる予定です。